小高城は、鳥取県米子市小高にある、中世の日本の城で、泉山城とも呼ばれる。米子市指定史跡。標高40メートルの貸し段球場にあり、背後に、大戦、眼前に三日や平野が広がる。戦国時代、西放棄の要衝であり、天子市と毛利市の騒乱の舞台となった。米子近道総合福祉センター、米子ハイツ建設に先立ち、 1974年から発掘調査が実施された。出土遺物は13世紀から16世紀にかけての輸入、国産陶磁器類、古銭、鉱材、陶酢などである。戦国時代の西宝器の中核的な定石として一部は保存整備され、米子市の史跡に指定されている。1974年から1979年に、 かけて実施された発掘調査では、土類、堀のほか、井戸跡、建物跡などが確認され、南大首の角内では空堀に面して配置された、倉跡と考えられる掘立柱建物跡が確認される。また、南大首の堀外からは、小高城成立に関わる鎌倉時代の在地領主の、館跡と,と推定される建物跡が確認されている。空堀と土塁によって、 八つのクルワを連ねる。角は、あざなの残る本丸、二の丸、中の丸、天神丸、南大首角、腰の前、角の他に、四角、方形管跡がある。ありがとうございます。